皆さんこんこにちは大樹です、えー、今日も32期、えー、3日目やってたんですけどねまあ非常に素晴らしいでまあとはいえなんです、えー、実際にねその会社でとかそれから、まあ、学校の先生なんかだったら学校でとかあのコーチングやろうとしてもねもう忙しいし、えー、しっかり時間も取れないしとかあのそういう中で何ができるんだろうってね。 こ、えー、こう思ったりりすすることもありますで、まあ、実際そういう相談を受けてねちょっと今日こんな話をしたんですね。でプロのコーチまあ私も含めてですけどがするコーチのコーチングっていうのは、まあ、ある種なんか、えー、ちゃんとしたレストランに行ってなんか外食を食べて、まあ、それがね嬉しい楽しいとか、まあ、そういうのでこそ味わえる時間があるみたいなねことかもしれないけどその会社でやるコーチングとかそれから学校でね先生がやるコーチングっていうのはあのそういうんじゃなくて。 あの要はお母さんが毎日作る、まあ、お母さんでもお父さんでもいいんですけどねあの毎日作る家庭料理みたいなもんでだからまあ,あのレパートリー決まっててもいいし同じものばっかり出てきてもいいし何かってやっぱりそれがもう日々ね毎日それを食べることでねやっぱこう、えー、栄養それが栄養になりねでそれがこう体を作っていくねでそういうイメージでだから簡単なものでシンプルなもので時間が凝ってなくてもいいでただ毎日やっぱりその人が、ね、目的を考えるとかね あの自分の心の声を聞いてみるとかやっぱり人と少しでも率直に話してみるとかなんかそういうことを促すような働きかけを少しでもしてまあ我々の,、ね、そのアドラー心理学をベースにしてるコーチングだったらアドラーの考えが少しでもそのチームの、ね、メンバーとか、えー、学校であれば生徒さんにこう浸透するようにとかね自分がそういうふうなコミュニケーションをとることだしそれからあのみんなが、ね、少しでも何か、えー、自分のことを大切にしながらこう時間を使っていく。 自分のために時間を使っていくんで人のことも尊重しながらコミュニケーションを取っていくでそういうことができるようにあの少しずつ工夫してですね講演していくっていうことなんですであの現場でいるねあの現場でコーチング使おうという人たちはまとめた時間を取りにくいかもしれないけどいいんですそれはあの回数こなすとかあのできるだけたくさんいろんなタイミングで少しずつコミュニケーションを取っていくっていうことが 大切なんだっっって、てて時間コーチングいいう形式ででやる必要は全然ないんです。だから勇気づけをするなんかちょっとした質問をするで今起こっていることを確認するであの自分の気持ちに正直になってコミュニケーションを取れるように促すでそういうことをねあのちょっとずつでも促進するであの基礎体力を上げていくとかねあのいい体を作っていくとあのそういう、ね、なんか栄養を与えていくんだという気持ちで取り組んでみるといいんじゃないかなと。 いうことですあの現場で頑張ってる方あの時間なくてもいいんですあの手抜き料理じゃないかなと自分のこと思う必要はないあの毎日あのその時間でできることね心を込めてやっていくということでいいんじゃないかなと思います参考まで。